はい、どうも、もがおかです。それではですね、この動画ではですね、マーキュリーカップですね、第21回マーキュリーカップの予想を行っていこうと思いまして、盛岡競馬場ですね、で、左回りの2000になります。で、盛岡競馬場は地方競馬場で唯一芝馬、併設してあるという競馬場なんですよね。合っているはずです。で、まあね、そもそも芝って手入れが見て大変なんでね、地方の財政では、地方競馬のね、そこまでね、管理費がかなり、開催すごいですから、毎日しますから、で、まあ、ダートが中心になってるんですけども、なぜか盛岡は芝もあるという感じで、その辺も詳しくは知らないですけど。ってこともないんでね。にしても毎日暑いですよね、皆さん。で、ね、体調だけ崩さないようには、ね、熱中症とかね、かなり増えてきてるみたいなんで、9月末まで最高気温30度の日が続くだろうみたいなという情報をね、ちょっと得まして。まあ、夏嫌いじゃないんでね、全然いいんですけど、まあでも汗かきますしね。で、家の中をおったら逆に暑くて、まあ、風吹いて涼しかったりとかしますよね。何ももし家の中冷房とかつけなかったらね。ずっと冷房つけてもね、体にはもう良くないかもしれないし、ね、電気代もバカならないですね。まあ僕はそれでペットボトルに水を入れてね、2リットルとか1.5とか、まあ小さいとかね、凍らせてね、それをその氷のお代わりにしてるんですけどね、直接やったら冷たくあったりしたらあれなんで、例えばタオルに巻いて使うとかね、っていう風にして、まあ、だいぶこれ寝やすかったりしますね、夜はね。で、エアコンかけて寝るとかよりも、扇風機つけて寝るんですけども、体がだるくないですね、起きたときね。寝起きがいいというか。なんで、まあ、皆さんも、ね、よかったらぜひね、真似してやってみて、はいかがかなと思いまして。で、まあ、特にね、人間の体の構造上ね、動脈を冷やしてもね、体温下がるようになってますから、大体って言って、太ももの付け根とか、まあ、脇の下とかね、まあ、首筋とか、動脈通ってるところを、ね、太いね、大動脈が通ってるところを冷やせば、一気に冷えますんで、で、あと水分取って、で、まあ、寝るところにね、何か、ね、すぐ飲めるようなものを置いとったらいいと思うんですね。まあ、かれこれ僕は熱中症なんてなったことないんですけどね、その辺はもう細かくね、水分取ったりするんで、ちょっとでも分かりだね。まあ、皆さんもね、なってもちゃいますからね、あなたね。まずは水分取ることが、大前提かと思いますんで、まあ、体調崩していいことないですから、で、まあ、あとはね、気をつけて、で、名付けを頑張って、ね、うまいもん食って、酒飲んで、っていうね、まあ、いい夏を過ごせればと思いますので、で、早速予想なんですけども、まあ、基本はもう中央までいいかなと思います。で、まあ、本命を三つ葉で考えています。ちょっとね、前々走負けてるんですけどね、モルトベーネのね。この時は、まあ、横転が後ろから行ってっていうのはね、汎用はそこでしょうね。まあ、それ以外は結構ね、中段から前につけて登ってるんで、川崎記念でも4着ですしね、上がりも36秒台使ってますから、前行ってね、これ本命でいきます。で、対抗が、これ迷ったんですよね、ピオネロかクリノスタオかどっちかなーっていう感じで、もう軸1等で流したでとも思っていますから、どっちが対抗かなーっていうのも、当日までちょっと悩もうかなとは思っていますけど、もう2等どちらかです。ピオネロの方が安定性に欠ける。ピオネロの方がまだ安定性があるかな。クリノスタは安定性に欠けるんで、前走負けてますしね。まあ、ジョッキーが出た時の方がいいかもしれないですしね。
客室的には前に行くクリノスタワーは面白いんですけども、これがおそらく逃げるんちゃうかなと思うんですからね。他いないでしょ。あとこれかな、これも分かれへんな。他ドリームキラリか、ドリームキラリが前に行くな、あの馬は。でおそらく2000も当然潰れるでしょうから、これはもういらないと思います。こいつが残ったらまあ結構荒れるんやろうな。外もいないよな、前に行くの。オープンビルトも前行くかもしれないですね。ただそのね、地方で逃げれても、じゃあ中央の馬が戦った時にそのそんなに逃げさせてもらえるかというのも怪しいところですね。なんでおそらく今言ったドリームキラリか、何でしたっけ、ヨネロじゃない、クリノスターは逃げるんちゃうかなと。この4枠2頭がね、ですが今のところ本命対抗、対抗もしくは連射、チャーレンジで殺さないとね、ターナにピオネロがクリトンスターを。で、その次4番手が、まあディアデルレイかな。もうこれもね、切ってもいいかもしれないかなとも思ってたりするんですよね。まあ、コータがね、ビヨーンってね。カキツバタでしたっけ、兵庫ブランド。ね、あのゴールデンウィークのやつ飛ばしましたもんね。ゲイノブテストだったかな、リゾネーターがどっちか、リゾネーターだったかな、飛ばしましたからね。まあまだは経験不足ですよね。で、三つ葉とかピオネロは54で乗れても OK ですね。クリーンのスタートと比べてね。別にどっちこっちボバですからね。クリーンのスタートはなんか重傷買っとるから、これであれしてるんかな。クリーンのスタートはアンタレス買ってるよね。まあでも2年前の話ですね。まあややピークは過ぎている可能性はなきにしもあらずですよね。このこっちはまだね、5歳6歳ですけどね。っていうところも踏まえて、でもう一頭ね、大外のドラゴンエアルっていう地方馬、こいつはコートでもええんちゃうかなと思ってます。連下に何やったら僕、ディアデルレイよりこっちの方が面白いんじゃないかなとも個人的には思ってます。ディアデルレイ切って、三つ葉からピオネロ、ドリューじゃ、クリノスターを、ドラゴンエアルの相手3頭で3連単流すとかね、まあ、2着で続けするとか、三つ葉ね。流すと12点でしょ。面白いかな。ただディアデルレイもね、切ったら切そうですね。っていうところで。あともう一頭、まあまあそこまでかな。あげると、ほんまにあげるとしたら、この吉原の、ブルームアイランドも面白いんちゃうかと思いますけども、まあそこまですると点数が増えるので、まあ買いはしないかな。これが、月曜日のレースですね。はい。という形で、まあ、ドラゴンエアルはまあ強いとは思いますよ。地方馬の中ではね、地方で絡むならこの馬が、他はなしんどいんじゃないのかな。オープンベルトもちょっと怪しいけどね。森岡水沢の岩手が地元の馬で52キロで乗ってくるっていうところが、その辺かなとは思っています。はい。で、本来ならここで終わるつもりやったんですけども、実はちょろちょろと今後のやつやら見たら、おー北斗賞あるやんけと思ってね、これ、帯広のね、どこ行ったらいい、日曜日ですからね、3歳以上オープン混合別定ということで、まあ、確かグレードというか、オープンやけども、オープンなんか、G1 にはならへんのかな。でもね、出てくる馬は必
かなりエース級が出てきます。あ、思ってがでも重症はね、重症のはずですね、これね、重症です。はい、で、これもね、本命は多分見て一番人気は俺のここだと思うんですけど、僕はあえて、こっち戦国エースを応援したいかなと思ってまして、これを本命にします。ここでちょっとね、2走前で負けてるんですけども、ちょっと大負けして、俺のここに負けてるんですけども、ここでも負けてるな。ちょっと巻き返しをというか、俺の心に一番勝てるんってこいつちゃうんかな、もしくは、これやな、甲州半音階、名前難しいな。で、戦国エースの2着やったりとか、俺の心の2着やったりとか。一個俺も買ってますよね。これは3番人気になるかもしれない。これ三つどもえだと思います。俺の心とね。俺の心を中心で。で、この3頭ボックスでいいかもしれないけども、やっぱりそうは簡単にはいけへんのちゃうかなと思っていますので、これ本命、これ対抗。戦国エース本命も厳しいかな。まあまあいいや。で、これ3番手。って感じで、他に絡むそう、絡みそうなのが2番やったかな、これ、ね、2番、この上が割って入りそうな感じ。この後ろの数字は何、重量か、ここの重量は違うんですね、おそらくランクというか、ね、で、あと富士大ビクトリーはもうこれちょっとピーク過ぎとるかな、どうなんかなって感じかな。そっち買うんやったらまだ9歳でもこっちのニュータカラコマの方が元気かな。このキサラキルが、じゃあ378中心で相手が25までかな。あとはいらんと思います。桜流は面白いけどね、まあ、広げてそこまでですけど、まあ、そんなに通ったら多分が見るんで、まあ、さっき挙げた4頭ごと中心でいいかと思います。函館記念で儲けたらやってみてください。8時10分ですかね、函館記念の後その日の夜やりますので、そんなところかな。他はね、また重賞はもう今月は大してないですよね。マギカップ終わったら JPN の作るやつない、サマーグイーン、これね、あの今牝馬のやつ、これね、紋別のやつとか牝馬重賞みたいなやってますけど、重賞でもないけど、万栄ダイヤリー賞でも面白いね。これ何歳のからダービーみたいな感じです。万栄のね。あとは、名後輩とかもありますね。8月がね、万栄グランプリとか、宝塚県でもありますね、万栄の。あったりとか、あとクラスターカップ、サマーチャンプ、ブリザーズっていう感じで、生地の2300だぞ、あれ9月か。まあ、ウェディングポストね、ウィープをやってたらね、この辺の重症のね、地方の重症では要素出てくるんですけどね、あれにはダビースタリア出てこないですけどね、ほとんど。最近のちょっと知らないですけど、僕がやってた2004年、5年とか、その辺のダビースタのやつ、出てこなかったです。そのあたりのウィープは、結構
細かいところまで設定してくれてます。それは面白かったですね。はい、ってな感じで、まあ、わけで、マーキュリーカップと北斗賞の予想は以上にしたいと思います。はい、といった感じで、この番屋大賞でね、ちょっと上げたいんですけども、ちょっと動画上げれないと思うんで、新潟で相見様出し見に行くんで、上げれないと思うんで、ブログか何かで、予想するかもしれません。予約そばできないですけど。はい、といった形で、まあ、今後ともどうぞよろしくお願いします。いつもご覧いただきありがとうございます。それでは失礼いたします。